今日はね、ベル一頭だけで山に入ってます。まあ、しばらくはね、先導犬と一緒に入れた方がいいのはいいんですけど、まあ、慣れたら一頭だけでもね連れて山に入ると、まあどれだけ飼い主から離れるかとか、どれぐらい離れた時に後ろ振り返って気にするかとか、そのレンジの確認をしとくことが重要ですね、最初。あと、まあ普段からこうやって、一緒に歩くと普段の普通の仕草っていうのがよくわかるんで、まあ、その普通の仕草をよく見とくこと。僕が最初よく言われたのは、犬の所作をよく見とけっつって、でその所作と違うことをしたときに、まあイノシシが近くにいるかもしれないんで打つ心構えしとくといった感じですね。よいしょ。いやー、暑くなってきて、暑くなってきて、マムシが出てきて、あの雪がマムシに、ね、鼻をかまれて顔パンパンになってましたけど、まあ皆さんも山で犬散歩するときはちょっと注意してください。まあ両翼で始めたらどうしても匂いがあるもん行っちゃうからね。ベル行くよ。まあこうやって普段からコミュニケーション取っておけば、まあ自分が行きたい方向とかにね犬を誘導することもそんなに難しくないんで、やっぱり普段から愛情を持って接しとくと。ベルさん、こっち行くよ。ベル、ベル、あと言うこと聞かない時もあると。で、若い犬をね、若い犬を訓練する時の、まあ、おすすめ方法は、今ちょっと風の音が入ってると思うんですけど、風下から入れてあげると、風下から風亀に向かって入れてあげると、まあ匂い取りやすいんで、まあ発見もしやすくなるし、何なんだろうなこの匂いはって言ってちょっとずつ離れていく、まあ、癖がつくんでね、なるべく風下から入れてあげるというのがまあ大事なんで、その日の天候ですねをチェックしといて、まあ、どっから入れてみようかとかっていうのを考えた方がいいと思いますね。まあ楽かな、そっちの方が。まあ、基本的に初心者犬をね訓練するときはなるべく歩きやすい犬を、歩きやすい尾根をね歩いていった方がいいと思います。もうとにかくまずは、時間をね、とにかく犬といる時間、山連れていく時間を増やすと。まあ獲物がいなくてもね、まあ犬に越したことないんですけど、とにかく1時間でも2時間でも、まあ豆に豆に山連れてって、から山歩く楽しさとかをね覚えさせていくと、山の走り方とか、まあ、斜面ね特に。ベル、ベル、名前呼んでね来ないときは結構匂いに執着してるときなんで、ちょっと要注意って感じやね。行こう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 。まあ積極的に自分の前を歩かせてあげるっていうのが大事ですね。自分の後ろを歩かせたら意味ないんで、である程度離れたら主人を待つっていうね、そういう犬にするのが一番、止め犬を作る犬のやり方としては一番スタンダードなやり方なんですけど、まあ、あとは血統にもよりきりやからね、まあ、そこら辺犬と相談しながらやりましょう。今ね歩き始めてから大体1時間半ぐらい経過しました。まあ何回かね 50m 以上パッと離れることはあるんですけど、まあ泣きもせずって感じですね。なんかいたのかもしれないけど、まだ積極的にこう追っていこうとか、なんだろうってこう近づきに行かないとかね、まあ、まだそういう段階ですね。疲れた。
ああ疲れました。お疲れ様。まあ、大体1時間から1時間半ぐらい歩いたら、今度は、まあ、帰り道に向かって歩いていくという感じですね。まあそれもできれば少しちょっと違ったルートからこういう感じで戻ってあげるとまたさらにちょっと可能性が広がるんで、ね、よいしょ。で帰るときに風向きが変わってね、雪に取れなかったイノシシの匂い取れるってこともあるんで、まあなるべくちょっとそれたルートから行ってあげるとね、一石二鳥ですね。よいしょ。よいしょ。いやー暑い。まあ人間も秋になって急に山歩けって言ったって歩けないんで、なるべく週に1、2回は3時間ぐらい歩くといいですね。はあ、しんど。おらんかね。まあでも離れすぎず匂いがあったらふっと張っていくし悪くないね。あとはとにかく山引く時間だけ、時間と何回かあるチャンスをものにするだけや。よいしょ。これはまあまあ新しいドルマだね。まあ、こういうメインで通るようなとこは結構泥つけてるんで、どっかにねこの辺いると思うんですけど、まあまだ探し当てるっていうところまでできんかな。よ歩いたねベルさん。よ歩いた。まあ2時間3時間山の中ねこうやって走り回ってペターってこうバテることないんで、やっぱスタミナはある方やね、この意味も。はい、ということで今回の訓練終了と。大体2時間半ぐらい歩きましたね。あー暑い。まあ、とりあえず最初は2時間ぐらいを目安に山を歩けばいいと思います。まあ、それで大体犬の、なんだろうな、動きとか癖とかね、わかるんで、まあそれをこう徐々に年中伸ばしていくみたいなやり方をして、いつか泣く日がね来るといいですけど、まあ今年の漁期までにはねちょっと一頭で引いてイノシシを起こすぐらいにはねしていければなと思います。はい、暑い。それじゃまた次の動画で。